ちは、花森です。今日はお部屋の壁紙を変えていきたいと思います。この賃貸に住んでだいたい4年ぐらい経つんですが、ずっと入居当時のままだったので、自分好みの色にしていきたいと思います。今回壁紙は壁紙絵本舗さんというお店からオンラインで購入しました。色はサンプルを事前に取り寄せてすっごい悩んだんですが、画像の一番右側のものを使っていきます。印版はリンクにも貼っておきますが、リリカラライトののりなし LL8722 番を使っていきます。材料はまず一番大事なのが壁紙のりかなと思います。今回賃貸の壁に貼っていくので、退去時に剥がせるように貼って剥がせる壁紙のりを使用していきます。この壁紙の上から水をかけてしばらくすると剥がれる着生のりになっていて、もし今賃貸に住んでいて本当に退去時に剥がれるのか心配だという人は、事前にお試しセットとかも売っているようなので試した方がいいかもしれません。あとは壁紙を貼り合わせるときに使うスムーサー、塗りをつけるローラー、細かいところを塗る用のハケ、ハサミ、ローラー、定規、鉛筆、カッターを用意しました。材料の準備ができたら早速壁紙を切っていきます。だいたい壁紙の縦横より5センチから10センチほど余分に長さを取ってカットします。次に壁紙を貼る場所をマークしていくんですが、自宅に長めの物差しがある人はあまりいないかと思うので、そんな時は5円玉に紐をつけてまっすぐのラインを引いていきます。こんな風に上から紐を垂らすとまっすぐなラインができるので、ラインに沿って養生テープだったりマスキングテープで印をつけていきます。ライン付けが終わったら壁紙に糊を塗っていきます。結構たっぷりめに塗るのがポイントです。糊は塗った後5分くらい置いてなじませておきます。5分経ったら壁紙を貼っていくのですが、ラインに沿ってぴったり貼っていくのが結構大変でした。あと壁と壁紙の間に空気がどうしても入ってしまうので、そういう時はスムーサーで縦横に押し出していくと綺麗に貼れるようです。壁の形に合わない部分は都度カットして貼り合わせていきます。葉書の上の部分もスムーサーを合わせて、この上をカッターで沿うように切っていきます。これで1枚目が貼り終わりました。今回は計4枚貼る必要があるので、先ほどの糊を塗る、ラインに合わせて壁に貼る、余分な壁紙をカットするという工程をあと3回繰り返して完成です。ここまで皆様ご視聴ありがとうございました。今回のまとめとしては、一人で作業する場合難易度は5段階で言うと4ぐらいかなと思います。カット
ットする作業と糊をつける作業は結構簡単にできるんですが、貼る作業がなかなか一人だと時間がかかるポイントでした。費用は合計で6244円、すべてオンラインで購入しています。1万円以内でここまで好みの色にできたので、私的には大満足です。かかった時間はだいたい5時間ぐらいですかね。ゆっくりやってこれぐらいなので、 DIY 得意な方はきっと4時間ぐらいでできちゃうかもしれません。反省点としては、つなぎ目の処理の仕方をもうちょっと勉強してから貼ればよかったかなと思っています。今は元の白い壁紙がつなぎ目から見えないように、ブルーの壁紙同士を少しずつ重ねて貼り合わせているんですけど、そうすると少しだけつなぎ目の部分がポコッと目立ってしまうんですよね。もっといい方法があると思うので、発見次第概要欄のところを更新していきたいと思います。いい方法を知ってるよという方もぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。最後になりましたが、これからもこんな DIY 動画をたくさんアップしていくので、動画が少しでもいいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。では、次の動画でまたお会いしましょう。花森でした。